表面地面1938年3月13日記念メダルは、ナチスドイツの制定した、記念賞、アンシュルスを記念して制定された。ナチスドイツ総統、アドルフ・ヒトラーは、自身の広告であり、同じドイツ民族の国家であるオーストリアをドイツに、併合することをずっと願っていた。そして1938年3月13日に、とうとう、アンシュルスにこぎつけたのである。 これは、ヒトラーの最初の対外進出政策の成功でも、あった。ヒトラーはこれを記念するために1938年5月1日に、このメダルを制定した。アンシュルスの際に、功績のあったものを対象とした。オーストリアナチトーインを中心に、ナチ党員でなくてもアンシュルスに功績があると、認められた、オーストリア人に授与された。さらに、 オーストリアへの更進に従軍したドイツ軍人、新鋭隊員、警察官などに対しても授与された。このメダルは1940年12月13日まで授与が行われ続け、最終的に318,689名が授与された。メダルはリハルトクライン教授によってデザインされた。表面にはナチスの物体に乗る二人の男性が描かれている。 乗りかけている男性の右手には壊れた鎖がついている。この男性はオーストリア人を象徴しており、オーストリアという呪縛から離れてドイツと一体となろうという姿が描かれている。裏面の中央にアンシュルスの日である 13MRZ1938 の日付が入っている。そしてその周りをエインボルク、エインライヒ、エインフーラーの文字が取り囲んでいる。 ありがとうございます。